FM 大阪 85.1FM Osaka. FM Osaka. Akane Club. Take it easy. Akane Club.振付師のあかねです。6月8日月曜日夜6時を回りました。今週から脱リモート収録ということで帰ってきてまいりました。こちら FM 大阪のスタジオです。もうなかなかね、自分のねプライベート空間のね部屋から急に仕事モードになって、この DJ あかねをやらないといけなかったわけですよ。楽しかったけど、やっぱ久々にこのスタジオに帰ってきますとちょっと緊張感がね出てきますね。なんかわかんないですけど、はい、ということで今日もねテンション上げてあかねクラブやっていきたいと思います。今週ね FM 大阪は意外にいいスペシャルウィーク2020サポーテッドバイエレコムということでですね、今日のあかねクラブでは電話でリスナーの皆さんとおしゃべりします。そして簡単なあかねクイズに答えてもらいまして、クオカード1万円分を山分けプレゼントしていきたいということでございます。先週ですね、そのお電話する、まあ、方をね募集しましてですね、まあ、後ほどエントリーしてくださったリスナーの方にねつながっていきたいなと思っております。どんな方がねお電話出ていただけるんでしょうか。そのあたりもわからないですからね、ぶっつけ本番でございますから、電話に誰も出ないという可能性ももちろんございます。ですがなんとかね出てもらうことを期待しております。この後ねやりますので、番組のねツイッターもやっております。あかねクラブチェックよろしくお願いいたします。番組ねこれ終了後に動画もアップしておりますので、皆さんぜひ見てください。それではね、今週の曲はですね、力が湧いてくる曲特集でございます。まあお仕事とかもまたこう再開したり、学校再開したりっていう方皆さんいっぱいいるじゃないですか。ちょっとこうリモート生活が長引いたせいかね、ちょっとなんかちょっとだりーなーみたいなことがまああるのかなと思いまして、この音楽でね元気になっていただこうと思いまして、今日は力が湧いてくるソングをかけていきたいと思います。1曲目、こちらね2018年ドラマチアダンの主題歌でもございました、サンボマスターで輝き出して走ってく。 FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。先々週末っていうんですか、オンラインバブリーダースレッスン開催させていただきまして、なんとですね約240組の方々が、まあ、家族とかも含めですよ、参加してくださいましてですね、めっちゃ楽しかったんです。でこのメッセージとも届いております。ラジオネームかけちゃんさんね、女性の方、バブリーダンスのオンラインレッスン受けさせていただきました。ありがとうございました。コロナの期間の初めは病んでいました。何もできないと。しかし様々なダンスに救われました。ダンスを踊ることで元気になれました。あかねさんのダンスもその一つです。今の現状を受け入れ前向きになれましたというね嬉しいコメントでございます。こちら福岡県の方ですからね、福岡の方も受けてくださって嬉しいですね。このインスタライブでもねリクエストとかでやり合うとね、こう受けてくださった人と映像でつながることができたんですよ。それで男の子のねキッズの子とか親子で受けてくれてた人とかも、お母さんとかも一生懸命踊ってくれてですね、いい時間をシェアできたんですよ。もう私も本当楽しかったです。この時間ね、1時間レッスンでしたけど、いろんなお話もしましたし、コラボもできましたし、楽しかったでございます。なんとですね、262,184円のお金が集まりまして、こちらね、責任を持って医療従事の方、必要とされている方に寄付させていただきますのでね。はい、本当にこの企画でいろんな方とつながれてすごく良かったでございます。そしてですね、先週からのなぞなぞ宿題ね、割っても割っても壊れないものってなーにというクイズでございましたけれども、何だったんでしょう一週間皆さん考えてくださいましたかね。後ほど答え合わせをいたしますので最後まで聞いてください。それでは力が湧いてくるソング特集でございます。2009年リリースしました45作目のシングルス。
ドリームズカムトゥルーでその先へ、フィーチャリングファジーコントロール、大阪アカネクラブ振付師中根でございます。さて、ここからですね、番組アカネクラブを聞いてくださっているリスナーの皆さんに電話していきたいと思っております。そしてですね、簡単なアカネクイズに答えていただきまして、クオカード1万円分を山分けプレゼントしたいと思います。それでは早速この方いきたいと思います。愛知県東海市の KTM バカジュリさん、つながりますかね。ドキドキ、つながるか、出ないぞ。出ない。あ、もしもし、もしもし、はい、あかねクラブのあかねでございます。こんばんは。いつも嬉しい、嬉しいです。私もつながりました。イエーイ、一人目でございます。あ、そうなんですか。はい、はい、番組はいつもどこで聞いてくださってるんですかね。まあ、オンタイムじゃないんですけど、はいはいはい、仕事帰ってきてから。お仕事はちなみに何をされてるんですか。あの、トラック乗ってるんです。すごい、トラック大型の、はい、そうです、へえ、すごい。ちなみに年齢とかってお聞きしても。あれ37です。わあ、37歳の女性の方、はい、すごい。すごい、めっちゃ嬉しいです。私ちょっと緊張してます、今。ちなみに初めてなんですよ、リスナーの方とね、こうやって、はい、お電話つながせてもらうのが初めてなので。ちなみにですね、このメッセージに書いてるんですけど、先日 の、はい、あのバブリーダンスレッスン受けてくださったんですか。あ、そうです、そうです。嬉しい。あの、いつかレクチャーしたいなと思って。でもやっぱ見てるだけでやっぱあんまり、はいはいはい、体に入ってこないから。そうですよね。あ、これ大チャンスだと思って。ちなみにダンスの経験はあるんですか。あ、ないです。なるほど。じゃあ初心者の方だけどやってみたいと思って受けてくださったんですね。嬉しい。いかがでしたか、実際やってみて。いや、大変ですね。ちょっと結構楽しかった。本当ですか。いや、なかなかね、まあ、こうインスタライブのレッスンだから、みんながどれぐらいついてきてるんかなっていうのもちょっとわからなかったんですけど、はい、難しかったですか、やっぱり。そうですね、でもすごい先生が、はい、めっちゃ上手に教えてくれましたから。はい、嬉しい。楽しくやってもらいました。なかなか私も楽しかったです、あれはね。いや、だからそのバブリーダンスのレッスンも受けてくれてるっていうのもね、嬉しい限りでございますよ。はい、ね、いやいや。で、この企画ですね、あのクオカード1万円分をリスナーの皆さんに山分けプレゼントするという企画でございまして、はい、はい、で、私の簡単な、はい、あかねクイズか、はい、もしくはなぞなぞ、いつもやってるじゃないですか、はい、毎週ね、はいはい、それのどっちかを答えてもらってっていう感じなんですけど、はい、どっちがいいですか。あかねクイズがいいか、なぞなぞか、どっちを選ばれます。じゃあ、あかねクイズ、あかねクイズでいきます。わかりました、はい、じゃあ簡単、うん、簡単ですね。一番簡単なクイズ、じゃあ出しますよ。お願いします。私のアカネの日本のアーティストで一番好きなアーティストは誰でしょう。サザンオールスターズ。正解。すごい、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 大正解、大正解。すごいです、めっちゃすごい。いや、やっぱりちゃんと聞いてくださってる証拠ですね、これは。嬉しい、ありがとうございます。ということで、正解してくださいましたので、クオカード3000円分をプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。嬉しいですよ、私も。これのね、クオカードな、もうコンビニとかどこでも使えるんで、まあ、なんか適当にお菓子とか買ってください。はい、あの、おすすめのお菓子食べたの。 ありがとうございます。ほんまに聞いてくださってるんや。嬉しい、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。いえいえ。まあ、引き続きね、このあかねクラブもぜひ聞いてほしいと思います。
あ、はい、もう聞かせてもらいます。ありがとうございました。もう一回会いたいんで。会いましょう。なんかの時に。サイン、サインと写真お願いします。本当ですか。いや、もうぜひぜひ、はい、その、もう会いに来てください。よかったね、はい。ありがとうございました。ということで、愛知県東海市の KTM バカジリさんでございました。すごい名前。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お元気で、さよなら。はい、あ、そうです、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、はい、最後に一言、はい、じゃあ最後は月曜6時は茜クラブ、うわーすごいイエーイ、なんか全然ちゃうこと言われたらどうしようと思ったんですよ、よかったです、ありがとうございました、バイバイ。ということで、いきなりちょっと緊張しますね、これちょっとドキドキしたわ、でもめちゃくちゃいい人でよかったです、素晴らしいですね、トラックの運転手の方でございました、とっても嬉しかったです。さあ、また番組後半でもね、リスナーの皆さんに電話してみたいと思いますので、引き続き聞いてほしいと思います。それでは力が湧いてくるソング特集、3曲目はリリースされたばかりのアルバム、クロマティカより、レディーガガでフリーユーマン。 FM 大阪 85.1 アカネクラブ、 FM 大阪、アカネクラブ、 FM 大阪アカネクラブ、振り付け師のアカネです。はい、ノリノリな音楽がかかってきたということで、今週も自宅でできる体操ストレッチを一緒にやっていきましょうというコーナーでございますがですね、今日はやはりこれでしょう、FM 大阪開局50周年アニバーサリーソング、知らんけどフィーチャリングことぶきくん、チューブさんの現在 FM 大阪がですね、 YouTube とかでも公開しております知らんけどのラジオ体操、考えさせていただきました。あかねでございます。ということでね、やっぱりね、このあかねクラブでもね、これやらないといけないでしょ、ということで生披露しちゃいますって言っても声ですけどね、これ見たことある方はぜひ覚えて踊ってくださいよね。え、 YouTube にも私の解説付きでアップされております。そして吉本のね、芸人さんたち、この FM 大阪のラジオをやられている吉本の芸人さんたちも参加してくださっておりますのでね、そちら見ながら踊ってほしいと思います。それでは早速やりますか。今日もね、周りに障害物とかないかちゃんとチェックしてね、それでテンション上げてやっていこうや。はい、ミュージックアスタート、始まりましたよ。このリラックスした状況から一気にテンション上げていこう。まずはですね、下から深呼吸をするようにして数字の8を描きます。そしてお次は数字の5、バランスをね、取るのが難しいですけど頑張って、そして下からじわ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 体を伸ばし数字の1、はい、そして両手を開いて、はい、ギラギラ、両手を振りながら伸ばしていきます。そして肘から柔らかくしながら、そして冥王のポーズ早いな、はい、冥王のポーズ、ガオ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 、はい、眠りません、眠りません、眠りませんよという動き、そして右左、はい、ぐるぐるぐる、はい、ミックスジュース、ミックスジュース、フリ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 、はい、下から両手を上げて、はい、ゆら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 、華やかな身の筋を思い浮かべながら反対も、お次は首を右左に動かして膝をインアウト、インアウト、そして下にピラピラ両手を広げて、はい、タタ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 、おいで、はい、おいでおいで言うて、こっちにやります、ピラ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 、はい、踊ろう踊ろう踊ろう言うて、はい、マラカスや、マラカス、はい、マラカス、はい、サマシェイク、はい、サマシェイク、はい、わっしょい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 、手叩いて、はい、どうも、知らんけど知らん知らん言うてますよ、はい、ちゃうちゃうちゃうか言うて、まあ犬、犬ですわ、犬の表現、はい、そして
もうここはね、もうバイブスで、バイブスでぶちかましていくしかないんですよ。もう自分の思うが思うがままに踊ってください。はい、腰を振って、わー、はい、来ました。スローですけど、おいでおいでってさっきやってたやつですよ。サンバサンバサンバの踊り、はい、揺れる揺れてるんです。はい、マラカスマラカス、サンバサンバ、はいはいよはいよはいはいよ、ロー、踊れ踊れ、はい、踊れ踊れ、もうすっごい踊ってるの、みんな踊ってるよね、ルンバ言うて、はい、みんな踊ってるよ、踊ってるよ、はい、めぐるめぐる、はい、シェイクシェイク、ラーラー、はい、知らんけど、はい、皆さん知らんけど、いろんな知らんけどのねポーズしながらちょっと踊ってください。はい、もう一回深呼吸、はい、数字の8、はい、バランスをとって数字の5、はい、下から持ち上げて数字の1、はい、星の数ほどいますよ、はい、知らんけど、皆さん今日も体を動かしてもらいましたでしょうか。楽しかったですね。このね、全貌といいますか、もう YouTube で見てください。一緒にこの声に合わせて踊ってました。だけども一番見本は YouTube に上がってるものですからね。皆さんもぜひ知らんけど FM 大阪ラジオ体操を挑戦してみてください。FM 大阪、FM 大阪、あかねクラブ、振付師のあかねです。ということで、今度はですね、頭の体操ストレッチということで、なぞなぞクイズのお時間でございます。先週のなぞなぞクイズのね、答え合わせ、宿題答え合わせからいきたいと思います。割っても割っても壊れないものってなーに。割っても割っても、たびたび私はね、この宿題クイズすら答えれません。答えは割り算だそうです。でもね、みんな分かったんかな、これ。これでも簡単やね。今答え聞いたら簡単やったわ。確かに、ほんまその通りやわ。悔しいな。この、今日今から言う、謎々宿題に答えを送ってきてくださった方の中から、抽選で1名様に、クオカード1000円分をプレゼントしますので、今日の謎々ね、頑張ってみんな答えてください。ちなみに、そんな調べるとかなしですよね、そんな。調べるみたいな、そんな、姑息なことはせずに、もう絶対にみんな自分の頭で考えてくださいね。はい。いきますよ。宿題なぞなぞ。お父さんカエルは、ケロケロケロ。お母さんカエルは、ケロケロ。では、子供は、お父さんカエルはケロケロケロ。お母さんカエルはケロケロ。では、子供は？これが答えられた方ね。一人だけに1000円ですから。皆さん、頑張って答えてくださいね。で、この答えを分かった方は、なぞなぞの答えを書いて、住所とかもちゃんと書いて送ってきてください。ということで、なぞなぞ講談以上でございました。それでは、力が湧いてくるソング特集、次の曲は私も大好きで爽やかな曲でございます。ミセスグリーンアップルで青と夏です。 FM 大阪あかねクラブ、振付師のあかねでございます。さて、ここからはですね、電話でリスナーの皆さんとつながろうのコーナーでございます。あかねクイズに答えていただきまして、クオカード1万円をゲットしたいと思います。本日2人目は、いつもそうですね、メッセージとか送ってくださってる方ですよ。高槻の白いたまちゃんさんでございます。さあ、繋がるかな。うわー、ドキドキ。
どうだ。はい、もしもし。もしもし、あかねクラブ、はい、DJ あかねでございまーす。こんばんは。こんばんは。もしもし、つながりましたー。はい、ほんまですか？はい。嘘ついてどうすんねん。びっくりした。ほんまですよ。エントリーしてくださってありがとうございます。選ばれましたよ。イェーイ。ありがとうございます。はい。高槻の白い玉ちゃんは、はい、年齢とか聞いてもよろしいですか？年齢ですか？はい。55歳。わ、55歳の、はい、はい、方ですね。嬉しい、はい。え、いつもそう、番組にもメッセージよくくださいますよね。2月からね、聞き始めて。え、きっかけは何ですか、それは。たまたま、その時残業で忙しくて、あの、会社で聞いてるから聞いとったんですよ。はい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 。ほんで、あかねさんの声が聞きやすいな、思って。え、ほんまに？え、嬉しいです、めちゃくちゃ。え、ありがとうございます。で、メッセージとかもね、よくくださってさ、嬉しいです。うん、僕も嬉しい。いや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 、この電話で、はい、あの、まあ、簡単なあかねクイズもしくはなぞなぞに答えていただきましたら、はい、まあ、クオカードプレゼントするという企画なんですね、はい、でどうします、あかねクイズに挑戦するか、まあ、いつもね、はい、毎週やってるなぞなぞ、簡単ななぞなぞに答えてもらうか。でもあかねクイズもちゃんとね、毎週聞いてくださってたら簡単なクイズです。これはどうします？どっちをお選びになられますか？聞いてるけど、忘れてると思うんですよ。え、いける、いきますよ。ぜひ、いきますよ。じゃあ、あかねクイズ挑戦してもらえますか？はい、お願いします。わかりました。じゃあ、もう半強制的にこれをちょっとやってもらいますけど、いきますよ。問題、はい、いきますね。私、あかねが最近始めた趣味は何でしょうか？今年チャレンジしたいって言ってて、リモートだからこれができるってなってやりました。何でしょう？言うたはったような気すんねんけどな。そうそうそう。これだから今年私がやりたいことというあれもあります。ヒントを言えば。言うたはったんけど。思い出せないですよ。え、ヒントは楽器です、はい、楽器。楽器？うん、楽器。いや、あの楽器を私はチャレンジしたいって、今年やりたいって言ってて、でこれリモートやから買ったんですよ、その楽器をね。言った、貼ったような気がする。貼ったよ。よ、じゃあ、いきますよ。答え、どうぞ。いや、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ダメですわ、これ、ほんまに。なんでですか、めっちゃ簡単やのに。ファイナルアンサーは何ですか？ピアノ。もうそれしか出てこないですよ、うん、はい、正解はピアノほんまですよ。いや、聞いてくださって分かりますよ、これ簡単な問題やのに。いや、ごめんなさい、ほんまに。いや、でも申し上げてしまって大正解でございました。 ありがとうございます。ということで、まあ、はい、もうだいぶヒントはね、こう言いましたけど、もう正解されたということもありまして、はい、なんとクオカード3000円分をプレゼントしたいと思います。そしてあのステッカーもね、サイン入りステッカーもつけときますわ、はい、あ、お願いします。ありがとうございます。嬉しいわ、よかった、ほんまによかった、嬉しい、ありがとうございました。ということで引き続きあかねクラブも聞いてください。はい、さあ最後は毎週月曜6時はあかねクラブ正解。イエーイ、ありがとう。85.1 続いては力が湧いてくる曲特集、ミーカでビッグガール You are beautiful。 はい、ということでね、めちゃくちゃ面白かったです。嬉しかった、すごくいい方でございました。さあ次ね、3人目、これ最後ですね、ラスト3人目の方におつなぎしましょう。この方の名前は
大阪府の唇大魔人さん、女性の方ですね。さあつながるか、さあつながるのかね。今もう結構みんなつながって3人目ですからね、ドキドキ。つながるかな、つながる。もしもし、もしもし、あかねクラブの DJ あかねでございます。はい、こんばんは。こんばんは。はい、大阪府の唇大魔人さんでよろしかったですか。そうです。あの、私このね名前に正直あの、はい、聞き覚えがあるんです。で、あの、はい、まあ、間違いでなかったらですけど、はい、一応ちょっと聞きたいんですけど、はい、あの、私の、はい、あのダンス踊られたことありますか。ございます。ございますやなくてですね。はい、で、ちなみに、めちゃくちゃ。ちなみに、こう、唇大魔人っていう名前は、あかねさんの生徒で、はい、私は。はい。で、あかねさんに付けていただいて、ですよね。名付け親で、あかねさんが名付け親で。あれでしょ、普段聞いてないでしょ、あなた。聞いてますよ。ほんまにこのクオカードが欲しいがために、これ、聞いたんちゃいまんの。そういうわけ、そういうわけでしょ、絶対。否めなくて、応募してしまって。そっか。やっぱ、バイトとかもやっぱ少なくなったからか。そうなんです、行ってなくて、今。そういう切実な思いもあって、今回エントリーしたわけね。はい、だから、難しいクイズをね、出しますよ。いきますよ。はい。はい、ラジオの収録の前にこう、打ち合わせするんですよ。してるときに、ふと、私が天井を見上げたわけですよ。はい。ほんならね、あれ？え？なんかついてるっていうものがあったんですよ。これは一体何がついてたか？すごい難しすぎる。ヒントは、はい、虫です。虫？あ、わかりました。ほんまにわかった？わかりました。ちゃんと考えてわかったよな。え、私も経験あるんで、じゃあ。え？ほんな、答えをどうぞ。ゴキブリ。ファイナルアンサー？バイバーイ。違いました、はい、正解はカナブンが天井についておりまして、私最初なんかカメムシかなとか思ったんよ。でかいしなって思ったらカナブンでした。でもどっちにしてもね、ちょっと怯えましたよ、カナブン。いや怯えますよ。はい、不正解ということでクオカードは差し上げません。 え、そうなんですか。嘘ですよ。ベラベラ喋るな、あんたも。嬉しいです、めちゃくちゃ。嬉しかったです。夢でした。夢だったんですか。はい。ほんまに、そんな夢。本当です。ありがとうございました。ということで、クオカード、3000円分プレゼントしたいと思います。おめでとうございます。いやー、よかったよ。で、これを、ちょっと、で、まあ、お昼の出しとかにして、はい、最後、はい、こちら。はい。月曜夜6時は、アカネクラブ。遅っ。考えすぎやろが。一番遅かったよ、他のリスナーさんよりも。誰よりも。すいません。はい、すいません。ということで、またちゃんとね、この今日だけじゃなくて毎週ちゃんと聞いてくださいよ。かしこまりました。はい、ありがとうございました。唇大魔人でございました。ありがとうございました。ということで、でもこのリスナーの皆さんとこう電話できるっていうのはすごくいい機会でしたね。もうなんかまたこういう、こうスペシャルウィークとか限らずちょっとやりたい、ぜひ。ということで皆さん、このねラジオを聞いてくださってる皆さんもまたこういう機会がありましたら、ぜひエントリーしてもらえればと思います。以上、あかねと電話コーナーでございました。それでは力が湧いてくるソング特集ラスト、こちらでございます。オリンピックソングなんですか、民放5系列により2020年東京オリンピック共同企画のために制作された曲でございます。大好きなこの曲でございます。桑田佳祐でスマイル、晴れ渡る空のように。 FM 大阪 85.1 アカネクラブ。アカネクラブ。
FM 大阪からお届けしておりますあかねクラブエンディングでございます。ということでですね、今日はもうリスナーの皆さんに電話したりとか、もうなぞなぞやったりとかね、知らんけど踊ったりとかね、まあすごくてんこ盛りな1時間でございましたけれども、今月のメッセージテーマは好きなラジオ番組ということで募集しておりました、届いておりますラジオネーム徳島県、淡路市のミリさんからいただきました。私の好きなラジオ番組は他局ですが TBS ラジオ土曜日の夜7時からやっている藤田ニコルの明日は日曜日です。天真爛漫なニコルにアシスタントのタイムマシン3号のお二人が振り回されているのがとても面白いです。いつも爆笑させられてますというねメッセージいただきましたけれどもね、ニコルンさんもラジオやってるんですね。なんか意外なイメージでございましたけれども、そうみちょぱさんもねなんかラジオ やられてて人気だというのもいろいろ聞いてますけれども、同世代っていうか、まあ、まあかなり下にもなるんかな私よりも。嬉しい、なんかそういう方がねラジオ番組やられてるっていうのは嬉しいことですね。はい、ということで引き続き皆さんからもメッセージお待ちしております。今月のテーマ好きなラジオ番組募集しておりますので、皆さんそちらの方も、どしどし送ってほしいと思います。 FM 大阪のホームページのリクエストをクリックして、あかねクラブを選んで送ってきてください。メッセージを送ってくださった方の中から抽選で3名様に私のサイン入りステッカーをプレゼントしております。FM 大阪に変わってからですね、新しくなった、ステッカーもね皆さんぜひゲットしてください。ということで、あかねクラブ来週も月曜夜6時に放送いたしますので聞いてください。今日はこの辺にしといたろか。お相手はあかねでした。バイバーイ。